道内は発達した低気圧の影響で大荒れとなっていて、根室市内では暴風で複数の住宅の屋根が飛ばされるなどの被害が相次いでいます。強風の影響でこちらの空き家のトタン屋根は今にも吹き飛ばされそうになっています。根室では午前2時に最大瞬間風速 35.5 メートルを記録し、市内では住宅の屋根が飛ばされるなどの被害が30件確認されました。室蘭市内でも風で屋根が剥がれるなどの被害が少なくとも80件相次いでいます。厚岸町の中心部です。道路を渡る人も足元に水を気にしながら道路を渡っています。道東の厚岸町では午前6時ごろから港近くにある住宅街の広い範囲で道路が冠水しています。高潮の影響で海の水が溢れたとみられています。また道内では今日小中学校や高校合わせて603校が休校となっています。道内28の私立高校で入学試験が予定されていましたが、旭川実業高校が開始時間を30分遅らせたほか、北海道大谷室蘭高校が学科試験を明日に変更するなどの影響が出ています。